山本角馬は1828年山本権八の長男として生まれ、幕末の会津藩士、明治時代の政治家として著名な人物です。4歳で投資戦の五言絶句を暗唱、藩校日進館に学んで頭角を現しました。その後、佐久間昇山に入塾、キューバ総統の指伝を得、藩主松平堅隆より賞を受けました。1864年、砲兵隊を率いて参戦した金門の辺において勲功を挙げ、砲用人に任ぜられました。1870年、川田佐久間の推番により京都府庁に出仕し、府地を指導、小中学校、女学校、病院、医学校などの設立、京都鉄道の敷設願書を提出するなど、開明的諸政策を推進し、京都の近代化に大きく寄与しました。